カニエウェスト、カニエウェスト、コニウエスト、本名、コニオマリウェスト、1977年6月8日帯は、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ出身のミュージシャン、ヒップホップ MC、音楽プロデューサー、ファッションデザイナー。2000年代初頭から現在に至るまで、楽曲プロデュースやフィーチャリングコラボレーション、自身のソロ活動により、数々のヒット曲を生み出してり、 2017年時点でグラミー賞に68回ノミネート、うち21回受賞を果たしている。妻はキム・カーダ・シアン。1977年6月8日、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタで生まれる。その後はシカゴや南京などで暮らし、1990年代半ばにプロデューサーとしてのキャリアをスタートさせた。1990年代末には、 メジャーアーティストへ曲を提供するようになったがヒットに恵まれず、シカゴの美大に通いながら音楽活動を続けた。2000年代に入ると、JZ に才能を見出され、プロデューサーとして、ロッカフェラレコードと契約を結ぶ。2001年、ジャクソン5の代表曲である、帰って欲しいのを大胆にサンプリングした JZ の一層をプロデュースし、全米8位のヒットを記録する。 プロデューサーとして5曲提供した ZZ のアルバム、ザ・ブループリンツは、音楽メディアに2000年代の名盤の一つに選ばれるなど体制を収め、カニエはトッププロデューサーとしての階段を駆け上ることになる。プロデュース業が忙しくなったカニエは大学を中退した。2002年10月23日、レコーディング後、スタジオから自宅へ帰る途中に居眠り運転で、交通事故に遭い。 口の中にワイヤーを入れなくてはならないほどの大怪我を負う。事故後クリスチャンになり、神によって助けられたとコメントしている。2003年、プロデュースしたルダクリスのスタンドアップフィーチャリングショーナが全米1位を記録する。また、プロデュースしたアリジア・キーズのユー・ドンとノー・マイ・ネームが全米3位を記録。第47回グラミー賞のベスト、R&B ソング部門を受賞した。 さらに同年、プロデュースし自ら客演で参加したツイストのスロージャムズフィーチャリングコニュエストジェイミー・フォックスが全米1位を記録する。2004年2月10日、ロッカ・フェラレコードよりソロデビューアルバムザ・カレッジ・ドラ・オプットをリリース。タイトルはプロデュース業を優先するために大学を中退したことに由来する。また、 収録曲の一つであるの題名も2002年の交通事故の大けがで口の中にワイヤーを入れたことに由来する。このアルバムは全米2位を記録し同年のライブ8への出演を果たしたほか2005年のベータイムシ今日最も影響力の強い100人の一人に選定された。また、デフジャムの参加に自主レーベルのグッドミュージックを創設した。 第47回グラミー賞では、アーティスト、ソングライター、プロデューサーとして、合計10のノミネーションを得て、3部門を受賞。2005年5月、11曲中9曲をプロデュースした、コモンのアルバム、BE が発売される。全米2位を記録し、アルバムと収録曲3曲が、グラミー賞にノミネートされた。2005年8月30日、 二枚目のアルバム、レートレジストレーションをリリース。全米一位を記録する。このアルバムでは作曲家のジョン・ブライオンを共同プロデューサーとして迎えており、クラシックの要素が強い作品となっている。アルバムからのシングル、ゴールド・ディガーはアメリカ国内だけでも500万枚を売り上げ、10週連続全米一位を記録した。第48回グラミー賞では、アーティスト、 ソングライター、プロデューサーとして合計8部門にノミネーションし3部門を受賞。2007年1月、日本人ヒップホップグループ、てりやきボイスのシングル、アイステルラブ HER、フィーチャリングコニュウエストにプロデューサーとラップで参加。日本のテレビ番組、ミュージックステーションにもゲスト出演した。9月11日、3枚目のアルバム、 グラデュエーションをリリース。アルバムのジャケットは、村上隆氏が担当した。50セントのアルバム、クルティスと同日リリースで話題を呼んだが、カニエが米英で1位を勝ち取った。アルバムからのシングル、ストロングガーは、アメリカ国内だけで500万枚を売り上げ、米英で1位を記録する。第50回グラミー賞では、最多8部門にノミネートされ4部門を受賞した。 2008年9月12日にパパラッチのカメラを壊し、鬼没破損で逮捕。逮捕後、約210万円の保釈金を支払って保釈された。カニエの知人で、彼から寄付を受けている、事前活動家の目撃談によると、カメラマンに攻撃され、カニエは身を守っただけだという。いわく、なぜ彼、カニエが逮捕されたのかわからない。あの男は、 カニエの顔にカメラをあまりにも近づけすぎていた。私は彼を責めないね。2008年11月24日、4枚目のアルバム 808S&Heartbreak をリリース。全米1位を記録する。タイトルの808とは、ローランドの名機 TR-808 を指しており、今作でこのリズムマシンは大々的に使用されている。カニエは前年11月に、 最愛の母の死去、その翌月に婚約者であったアレクシス・ファイファーとの破曲を経験しており、そうした喪失による昇進、ハートブレイクはアルバム全体の大きなテーマとなっている。また今作でカニエはラップよりもオートチューンを使った歌唱に注力しており、それも今作を形作る大きな特徴となっている。セールス、評価ともに、 彼のそれまでの作品と比べると決して高いものではなかったが、後のドレークやフランク・オーシャンといったアーティストの土を作った作品で、あるとしてその歴史的価値は見直されている。2009年8月、スクレープ TV に出演した際に、マイケル・ジャクソンについて触れ、次のキング・オブ・ポップは俺さと発言し、反響を呼ぶ。しかし、カニエは自身のブログで、 そのようなことは言っていないと反論した。カニエの発言を受けて、動画サイト、ジャンプフ TV が、マイケルとカニエを左右に並べて、CD セールス、受賞歴、表紙を飾った雑誌の数、ファッションなどを比較する動画を作成した。9月13日に行われた、MTV ビデオミュージックアワーズ2009では、最優秀女性アーティストビデオ賞を受賞した。 テイラー・スウィフトのスピーチ中に泥酔して乱入、彼女のスピーチを妨害し、マイクを奪い、君の受賞は本当に良かったけど、ビヨンセが史上最高のビデオを作ったアーティストの一人だと発言、場内からブーイングを浴びた。その後最高賞である最優秀ビデオ賞を受賞したビヨンセがスウィフトを壇上に招き入れ、スピーチの続きを促す気遣いを見せている。この行為は波紋を呼び、 カニエは自身のブログや翌14日に出演した NBCJ レノショーで謝罪、スウィフト本人にも電話で謝罪したが、音楽ファンや著名人から非難の声が上がり、バラク・オバマ大統領も CNBC 主導による記者会見中のオフレコ発言でカニエに対し、ジャカス、バカ者と呼ぶ騒ぎにまで発展した。なおこのオバマの発言は ABC ナイトラインのキャスター。 テリー・モーランがツイッター上で暴露したもので、このことを意図的に報じなかった。CNBC が ABC を非難。モーランは発言内容を削除し、ABC は謝罪に追われる事態となった。2010年11月22日、5枚目のアルバム、My Beautiful Dark Twisted Fantasy をリリース。全米1位を記録する。 本作の内容は各方面から大絶賛を受け、ローリングストーン氏は、カニエにしか作れない音楽と5点満点中5点を付けたほか、辛口批評メディアとして知られるピッチフォークメディアは10点満点中10点を与えた。またローリングストーン、ピッチフォークをはじめ、スピン、ステレオガム、エンターテインメントウィークリー、タイムガミなど数多くのメディアから、本年最高のアルバムと評された。 第54回グラミー賞では7部門にノミネートされ、ラップカテゴリーの4部門を独占受賞した。しかしながら主要部門である年間、最優秀アルバム賞にはノミネートさえされず、JZ と共に式をボイコットした。2011年8月8日、JZ とのコラボレーションアルバム、Watch the r o n をリリース。全米1位を記録し、アルバムからのシングル、 2月インパリはアメリカだけで400万枚を売りげた。第55回グラミー賞では6部門にノミネートされ、3部門を受賞した。同年10月から翌年の6月にかけて、JZ とウォッチ・ザ・セロンツアーを回った。そして2012年には、自身のレコードレーベル Good Music のコンピレーションアルバム、Cruel Summer をリリースした。2013年6月18日、 6枚目のアルバム、ユーゼスをリリース。ほぼ、ノンプロモーションであり、リードシングルはなく、アルバムジャケットはカバーもブックレットもなく、ステッカーのみという、異例の形態でのリリースとなったが、全米、全英チャート両方で、初登場1位を記録した。リックルービンを迎え制作された本作は、サウンド面でも、これまでの作品とは大きく異なり、攻撃的で、 インダストリアルな色が強いものとなった。前作同様、批評イエス時からは賞賛の嵐が巻き起こり、ピッチフォークメディアで10点満点中9.5点、エネミーで10点満点中9点を獲得したほか、ベルベットアンダーグラウンドのルーリードが、本作ディスクレビューの中で、この男は本当に、本当に、本当に才能があると大絶賛した。十二月、全米公開された映画、 俺たちニュースキャスター史上最低の視聴率バトルインニューヨークに顔出演した。第56回グラミー賞では2部門にノミネートされたものの受賞を逃す。カニエはアルバムがメディアからのきなみ高か評価を得ていたものの2部門しかノミネートされなかったことに不満を和にした。第57回グラミー賞でも2部門にノミネートされたものの受賞を逃す。しかし、 6年ぶりとなるパフォーマンスを客演も含め2回披露した。2015年5月3日に次のアルバムのタイトルを So Help Me God から s w i s h に変更するとツイッター上で明らかにした。8月、MTV ビデオミュージックアワーズのビデオバンガード賞を受賞、プレゼンターをテイラー・スウィフトが務めた。カニエは テイラーと一緒に食事をしているところも目撃されており、不仲が解消されたと思われた。同年10月にオーディション番組アメリカンアイドルシーズン15のサンフランシスコのオーディションにサプライズ参戦しゴールドディガーを披露。結果は合格で次回のハリウッドのオーディションへの参加権を得た。2016年1月にはタイトルをウェイブスに変更するも2月に入り、 ザ・ライフ・オブ・パブロに再び変更された。2月11日にはマディソン・スクエア・ガーデンにおいて UG シーズン3とアルバムの発表が行われた。2月14日、7作目となるザ・ライフ・オブ・パブロを限定でリリースし、7作連続となる全米初登場1位を記録。4月1日に他のストリーミングサービスでも公開されたがユーゼスでの宣言通り CD でのリリースは 行われなかったこのアルバムは、リリース後にもかかわらず曲の歌詞やミキシングを変更したり、収録曲を追加したりするなど、ある意味ストリーミング限定だからできる試みをしている。8月には、セインツパブロツアーを開始したが、11月に入り、精神状態が不安定になりステージ上で、名優、JZ やその家族に対する暴言といった機構が、目立ち始め、 ツアーを途中でキャンセルし緊急入院した。原因は、最愛の母の命日が近かったこととも伝えられている。2017年5月に、ワイオミング州でアルバムを制作していると報じられる。2018年5月25日に自身がプロデュースを、シタプシャティのアルバム、デトーナが発売された。5月31日、ワイオミング州のジャクソンホールにて、リスニングパーティーを行い。 6月1日に予定通り2年ぶりとなる自身のニックネームである You、家を冠したアルバム You をリリースした。この作品で8作連続全米1位を達成した。6月8日にはキットカディとのコラボアルバムキッズシーゴスッツをリリース。このアルバムのアートワークは村上隆がデザインしグラズチオン以来のコラボとなった。その翌週には自身がプロデュースした 謎のアルバム、ナセルが、そのまた翌週には、テヤマ、テイラーのアルバム、KTSE がリリースされた。この関連作5週連続リリースによってカニエは、自身の衰えぬ創作意欲を示した。2018年9月28日に、新アルバム、ヤンディを発売するとしていたが、アフリカでレコーディングを行うという理由で、11月23日に延期となった。また、 チャンスザラッパーとのコラボレーションアルバム、グッドアスヨブを制作中と自ら発表している。1977年、ジョージア州アトランタで、レイ・ウエスト、レイ・ウエストと、ドンダ・ウエスト、ドンダ・ウエストの間に生まれる。父親は元ブラックパンサー党員で、アトランタの新聞報道カメラマンとして働いていた。後に、キリスト教徒専門の結婚カウンセラーとなり、カニエの支援で、 カフェの共同経営もしている。3歳の時に両親が離婚。母と共にイリノイ州のブルーアイランドへ引っ越す。母のドンダは黒人大学として知られるバージニアユニオン大学の英語学科を1971年に卒業後英語教師となり、1980年にはオーバーアン大学で博士号を取り、1987年にフルブライト奨学金を得て、 南京大学に留学、いくつかの大学で英語を教えた後長年勤めていた、シカゴ州立大学で英語学部主任にまで中、2004年からは、カニエのマネージャーとして、カニエ財団など様々なビジネスのマネージメントに携わった。カニエは10歳の時に母と共に中国に行っていじめに遭い、その頃から絵を描くことに夢中になる。2007年、カニエの母が、 カニエの反省を描いた自助伝レイジングコに出版。2007年11月10日、カニエの母、ドンダ、ウェスト博士が胸と腹の死亡吸引手術後に帰宅した後、容体が悪化し、手術の翌日ロサンゼルスで亡くなった。58歳だった。11月12日、カニエのバックアップを受ける同郷のラッパー、ライムフェストが地元シカゴのラジオ局に出演。 カニエがこっちの時間で朝の十時に電話してきたんだ。彼はロンドンにいた。彼のままウェスト博士が亡くなったと教えてくれたと語っている。カニエはまだこの衝撃を受け止めきれていないと思う。でも俺はシカゴの人たちに彼とその家族へ祈りを捧げてほしいんだとコメントした。どんだウェスト博士はシカゴ州立大学で教鞭をとっていたが、息子カニエウェストの成功を受けて、 彼のマネージャーに転身していた。2002年からトップモデルのアレクシス・ファイファーと交際し2006年8月に婚約したが2008年3月頃に破局。2008年11月にスーパーモデルのセシリー・ロペスとのデートが報じられた。セシリー・ロペスは米国出身のスーパーモデルでカニエより11歳年下である。2013年。 リアリティスターのキム・カーダシアンと婚約。サンフランシスコの AT&T パークを貸し切り、友人や家族を招待し、盛大に婚約を祝うパーティーを行った。また、2014年5月25日に、イタリアのフィレンツェで、招待客200名を超す盛大な結婚式を行った。2013年、娘のノースウェストが誕生。 2015年には息子のセイントウェスト、2018年に次女のシカゴウェストが誕生した。レーベルメイトであるリアーナを大切な妹のような存在と語っている。リアーナが恋人のクリス・ブラウンに暴行を受けた際は、とても残念な事件に落胆している。リアーナはトップアーティストへと成長する可能性を秘めており、大切な妹のような存在だ。 彼女を救うためならどんなサポートも惜しまない。彼女が有名人だからというわけでなく、一人の女性としても、このような事件は二度と起こってほしくないねとのコメントを寄せた。2005年8月2日に、アメリカ南部をハリケーンカトリーナが襲った際、ブッシュ大統領は、黒人のことは何も考えていないと、ジョージ・ W ・ブッシュアメリカ合衆国大統領を非難する。 コメント NBC の生放送中に発表し、全米で物議を醸す。JZ は、俺は、カニエ・ウェストを100%支持する。これが、アメリカだ。誰でも、自分の言いたいことを発言することができる。俺たちは発言の自由を持っているんだと発言した。2015年9月、ウェストは2020年の、アメリカ合衆国大統領選挙に出馬したいと、発言した。 その後、2016年のアメリカ合衆国大統領選挙にて、ドナルド・トランプが勝利したことを受け、2020年ではなく、2024年の大統領選挙への出馬を、このめかすツイートを投稿した。さらにその後の2018年9月のインタビューの中で、彼は健康保険制度に関心があることを明らかにした。2018年9月のフェーダーとのインタビューの、 中で、ウェストは、新しい学校建設プロジェクトについて話し合うために、シカゴ市長ラーム、エマニュエルのもとを訪れたことを明らかにしている。2016年12月13日、ウェストは、トランプと面会した。ウェストは、俺は、トランプと多文化主義について話し合った。多文化主義はいじめや、教師への援助、カリキュラムの方針作り、そしてにも関連している。 将来の大統領が、俺たちの未来を変えたいかどうかを直接話し合うということは重要なことだと思う。I want it to meet with Trump today to discuss.Multicultural issues.Taze issues in crada do breathing.Supporting teachers.Mother Nighting Policy Alarms.And Violence in Chicago.I feel it is important to have.A Direct Line of Communication with. Our future president if we truly want change と話している。ウェストは投票に行っていないものの、もしするならトランプに入れていたと話していた。2017年2月に彼はトランプに関するすべてのツイートを自身のアカウントから削除した。メディアは大統領令13,769号をはじめとする数の政策に不満があったのではないかと見ている。その後、 2018年4月に送ったラジオパーソナリティ宛てのメッセージの中で、ウェストはトランプの支持を再び明らかにした。加えて、ウェストはトランプを擁護する複数のツイートの中で、メイクアメリカグレート、アゲインと書かれた帽子をかぶった自撮り写真を投稿し、トランプ本人はこれらのツイートをリツイートした。2018年4月に、ウェストはツイッターを再開し、コメンテーターで、 トランプ支持者としても知られるに賛同する意向を明らかにした。このツイートは、ウェストのファンの間で議論を呼んだ。2018年10月11日、ウェストはホワイトハウスでトランプと面会し、マイクラブとキットロックラ他のミュージシャンたちと共に、新たな著作権法となるの署名に立ち会った。2018年10月31日、カニエはトランプの支持を辞め、 政治から距離を置くと、ツイッター上で宣言した。ツイートの中で、蟹江は自分の信念とは異なるメッセージを発信させるために利用されていたと述べており、トランプの政策に対しても批判している。また、蟹江が民主党不支持を呼びかけるキャンペーンの T シャツのデザインをしたという政治活動家の発言を否定し、オーウェンとは無関係であるとした。 フィーチャードアーティストとしてのシングル一覧は、英語版を参照以下はセールス、または、批評的に成功した作品を抜粋したもの、の、多数ミックスコードや未成期品で多数リリース、されている。プロダクション参加作品一覧は、英語版を参照以下はセールス、または、批評的に成功した作品を抜粋したもの、の、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。